そして昨日少し抑えられました5得点にとどまった隅田大輝、そして神奈川県の小田原の中学校出身となります井上亮太。さあ昨日の活躍、今日の注目選手藤井優馬、相原選手変わってきた、彼の運動量というのもすごくありますからね。そうですね、これも楽しみですよね。ファジーカス、おー決まりました。今日もスリー成功、そしてフィーラーが少し足を、改めてですけれどもスリーもありました。点差は1点です。益子巧、相手をさばいてからスリーポイント決めていきました。まもなくオフィシャルタイムアウト、行くでしょうガルシア選手。ガルシア行きますよね。エンドワンの判定ですが、アンスポーツマンライクファールも宣告されています。乗ってきましたからねガルシア選手。そうですね、はい、ヒースも出ました。外井上スリーポイントきた、いい動きだ、はい、昨日と同じような時間帯で決めてきました、ね、井上です。はい、ここはファジーカスのシュート落ちています。ガルシア、ガルシア踏み込んでいく、井上、井上スリー打ってくる、決めた。藤井は中に動く、そこから右、ファジーカスから右に動いた藤井、決めた、お返しです。左のコーナー、カリノ動いた方がいいですね、カリノ選手中で送った、チャイルズ、お見事。この辺も見ていきたいですよね、はい、左に動こうとしているか、篠山フローター、また来た。お互いに交代準備の両チーム、はい、藤井からアリウープ、ヒースが決めました。野崎のディフェンスがありますが、ガルシア、ガルシア突進きた。ここでオフィシャルタイムアウトに入ります。長谷川にも持たせなかった井上、ウィンブッシュ早い、早いですね。ウィンブッシュステップバックしてスリーポイント決まりました。これはやっぱりね、精神力ですよね本当に。ウィンブッシュスリー、おーここで決まりました。今日3本目、長いボール、ハレルソン、レイアップ、そしてここで試合終了ということになりました。